ンズちゃんは、まあ、シオンくんは当然だけど、チャコちゃんとも全然友好的で、これでジャン君のことが大好きだし、まあ、外に出た時にね、あの反応がどうかあれだけど、対猫に関しては初めから 100%OK で、で人間は今のところマオイさんが、OK になった後にこの2日で黒岩さんが OK になってきたと。ということは人はまだこれからなんだけど、うん、これで今慣れてきて、また別の他人、他の人間っていう風に経験を積んでいくっていう今段階だね。ちょうど都会に連れて行ってまた人に触ってもらう、これがさ、さあのシオン君は絶対もう何にもしないって分かってたからあれだけど、ちょっと怖がって手を出すとかだったらちょっと困るんだけどね、まあ、出さないんだけどね、雰囲気からすると。うん、うん、そうだね、うん、まあその甘噛みを怖がる人はそこにスタッフでは来ないので、うん、スタッフ関係の人に触ってもらえれば。アンズちゃん、時間かかるね、君。よいしょ。うん。さあ、じゃあ。ポンちゃんの変化もすごいね。ちゃんがなでなでできるようになってきてるから、うん、今うちは猫天国になってるよ。シオンくん、今シオンくん画面真っ黒にしてますよ。あ、ちらっとアンズちゃんの顔に、ね、
ではみんないい子に、あ、シオンくん、そのカポはね、あ、舐めたらダメだな、真鍮だな。はいはいはい。舐めちゃダメなものは投げるのか。投げてね、ほうきを取り忘れちゃう。真鍮はいけないの？多分ね。外は怖いですか？じゃあそっちのケージもお掃除しますけど、どうしますか？なこちゃんが走って出たら、あんずちゃんが入っちゃった。うん。はい。入るで。うわ、もう来た、来た、来た。一気に外に出て遊んじゃうか、ケージの中に戻るか。そうですよ、あんずちゃん。今ちょっと遊んでる。タコちゃんが来るとケージに入って、うん、まあステップ2ということではいいけどね、あの外に出て戻ってこなくなるよりは、うんうん、それとも今までずっと頭の中ではさ、うん、シミュレーションしてきただろうから、うん、それを実践するっていうのもありだよ。うん。ご飯から二階にさ、うん、ご飯持っていったらすぐ戻ってきた気がするんや。うん、ね。ただし外でとか一階でなでなではできてませんよ。もうできてるに等しいんだけどね、この人の場合ね。ちょっとビビっちゃってんだよね。ちょっと可愛いだけなのね。そしてトイレの中にトイレ安全地帯にするのはちょっと近いと思うよ、君に。なんかそこで、なんかじゃれるのをさ、こう狙うのが大好き。じわじわとそっち近づいてきますよ。あ、そういえばトイレの掃除をしてるのをさ、うん、ここのステップの上で眺めてるの、最近。これは？あ、違う。これはただ落ちてただけ。
面白い。ですね、掃除が。ちょっとこれステップ取らしてやる。ステップの掃除もしないといけないですね。子と一緒にするかどうかはしない方がいいのかな。うん、なんか言ってたんだけど、うん、合わせてみないとかね。まあね、一緒の方が可愛く見えるからね。そうだね。うん。そうだね。はい、今朝はアンズちゃんたくさんなでさせてくれるし、ちょっと一回で外にちらりと出てワクワクもしたと思うので、次はお昼3時の時にしましょうかね。自分でハンモックに戻っていっちゃったし。じゃあちょっと一回閉めとくよ。またねー。